お元気ですか、ボクシムです。今回はエポック2024東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカード開封動画となっております。こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス8パック入りとなっておりますのでね、早速開封していきたいと思います。それでは早速開封していきます。でその前に先ほど、1ボックス8パック入りと申しましたが、5パックの誤りでした。大変失礼いたしました。では改めてね、5パック開封していきたいと思います。まずは1袋目でございます。高須慎吾監督でございます。でこちらがですね、石川投手と青木選手のね、ダブルのねカードでございます。こちらがですね、25シリでございます。でかっこいいカードでございます。はい、伊藤優衣内野手でございます。長岡秀樹内野手でございます。清水昇投手でございます。渡来広文内野手でございます。2袋目でございます。北村圭吾内野手でございます。青木宣親外野手でございます。で伊藤龍衣内野手のこちらね、白サインカード付きでございまして、でこちらがですね、99C でございます。はい、で続けていきたいと思います。星智也投手でございます。北村匠海内野手でございます。で白石則之内野手でございます。3袋目でございます。吉村浩二郎投手でございます。石川雅則投手でございます。で直筆サインカードでございます。で、石山投手の、直筆サインカードでございまして、これが、30C でございます。はい、続けていきたいと思います。竹岡隆生内野手でございます。伊藤智人投手でございます。で丸山翔太投手でございます。4袋目でございます。小沢怜二投手でございます。塩見康隆外野手のこれキラ模様でございます。で村上宗隆内野手のこちら白サインカードなんですけどね、これはホロ白っていうのか、ね、右白っていうのかちょっと分かりませんけどね、こちらが25シリでございます。西舘晃太投手でございます。伊藤智人投手でございます。丸山翔太投手でございます。最後の5袋やりたいと思います。石山太一投手でございます。で、高橋奎二投手の白サインでございます。こちらがね、
75シリでございます。75シリのこれは高橋投手の白サインでございます。続けていきたいと思います。鈴木今日捕手でございます。田口和人投手でございます。でマスコットのつば九郎くんでございます。くんって言ったらいいのか悪いのかごめんなさい。で最後は竹岡流星内野手でございます。はい、以上で、エポック24東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカード開封動画でございます。で、オープニングの時にね、ちょっとね、数を間違えたことをね、お詫び申し上げます。で、この石山投手の、直筆サインカードをゲットしました。で、次回はですね、同じシリーズの横浜 GNA ベイスターズ編をね、やりたいと思います。で、さらにですね、その次の日は、BBM 埼玉西武ライオンズの方をね、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。